あどうもリズムの高です。ケイゴです。ケイアダスです。ジェイス。37巻ですね。ウォーターセブン編のところですね。ですね、白色の表紙でフランキーのアイスバーグが追って、海列車が走ってるんですよね。で、ルフィ、ゾロ、ナミ、チョッパーがこう走ってる。ルフィ振り向いてますね。はい。箱編のところめちゃめちゃ感動します。ここら辺に出てます。はい。37巻確かに38巻はオレンジ色の表紙で言うてん言うてん言うてん監督ユニフォームですか背番号7、はい、いけよ、はい、言うてるやん何だ言うてるやん分かってない何だよ思てるやん背番号10はい高木高い背番号6はいあざすありがとうございます。背番号8。はい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 。背番号23。ゆい！マイケル・ジョーダン。準備しとったぞ。まあまあまあ。今読み捨てしてました。大丈夫じゃないですか。背番号42。超強力戦。初参加。ゲッツさん。得点をお願いします。得点をお願いします。フットサル得点を。優勝は、ひなずさんです。おめでとうございます。もう一人、もう一人、もう一人。こちゃんです。ありがとうございました。ありがとうございました。マジで初順や。ありがとうございます。何で取ったの ?6? はい。1年だけ走ってたらね。ありがとうございます。ほんまね、人数少ないけど、頑張ってたら順や。ありがとうございます。あ、お疲れさん。僕のこちゃんです。あ、ありがとうございます。いや、顔つき方ね、途中からね。え、顔つきが変わったよね、順位。あ、本当ですか。なんかスイッチ入った感じがした。まあ、頑張ってください、これからも。ありがとうございます。ありがとうございます。シー君。はい、監督、お疲れ様でした。お疲れ様です。どうでしたか。よかったよ、本当に。みんな、最後は。やっぱ、あれがベースです。あれがベースだね。あれがやんないと勝てないし、あれがもう基準なんで。以上です。まあ、とりあえずは最低限の結果を、まあね、選手たちがよくやってくれたんで、タイトル取れたかなと。ボロ出てきた、ボロ出てきた。ありました。いや、大変助かりました、本当に。助かりました。本当によかったです。ありがとうございます。ありました。めっちゃよかった。なんでやねん。なんでやねん。お疲れした。お疲れした。やってください。どうでした、まあ、こちゃんなんですけど、チームは満足です。なりふりかな。どうでしたか。コールの中で一番好きなのはなんでやねん。ビーバップ、まあ、めちゃめちゃ強いなチャンネルやん。ビーバップが一番好きです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ボタンなんですけど。お疲れ様でした。ボタンなんですけど。どうでしたか。楽しかったです。純也くんが思ったより全然できてたな。びっくりした。あ、本当ですか。サッカーとフットサルちょっと違うから。そうですね。だからフットサルの方が個が必要だから。でもできてたんでびっくりしました。ありがとうございました。お疲れ様でした。92巻ですね。ワノ国編入って、いや全然聞く気ないじゃないですか。全然聞く気ないけど92巻言いますよ。赤色の表紙で、あのドラゴンの状態のねカイドウがおるんですよ。でルフィがいて、キッドがこう向き合ってるってやつですね。はい。カイドウとルフィが最初に戦うんですよ。でルフィやられるんですよ。感動させた。困ってるじゃないですか。お疲
疲れ様でした。お疲れ様です。いやどうでしたか。マジで申し訳ないです。いや初戦のあの硬い状態の時にやっぱり S君のほんまにディフェンスがすごい助かりました。まだ元気だったんだ、あの時は。元気の時はまだガツガツいけるかなぐらい。ちょっと、ももをね、自分の中でまだいけると思ってたんですけど、都心にはかなあと運動不足です。ありがとうございました。助かりました。ありがとうございました。おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。元気そんなやろ。はい、ということでですね、見事優勝することができました。僕が本当にもっと上手くなりたいな、このままじゃダメだなっていうのを感じて直談判しに行って広島まで。それで話がちょっと大きくなって、最初は僕はあの幅広いだけで行こうと思ってたんですけど、どうせ来るんやったらなんか一緒にいろいろやろうっていう風に言ってくれて、それが決まってからアザスも、まあ、ジュニアさん行くんやったらっていうことで、まあ、アザスと僕ってね結構これ T チャンネルの方でずっと一緒やったりしてたんで、そういうところでですね、まあ、来るってなってリズムさんがこういう場を用意してくれて、結構ね本当にレベル高かったんですけど、動画の通りですね、なんとかペップとかもちょっと取れたし、対人っていうところでね、多少は数ミリはやっぱ成長してんかなっていうふうに、まあ、思いつつも、ただですね、まあ、これがやっぱシェイ君言ってたみたいにベースなので、まあ、本当に僕まだまだなんで、最後アダスに勝ってもらわないと死んでたんで、10年のブランクってすぐ解消されないけど、ちょっとずつかもしれないですけど、もっともっと頑張っていけたらなと思います。はい、こんな僕ですが、ありがとうございました。高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは。